タイトルは、学 2RDM の最新アップデート情報とさせていただいております。本日、事前申し込み250名以上というところで、まだ r d ムをよく知らない、RDM、学 2RDM をよくご存じない機関のからの参加者の方もいらっしゃいましたので、少し基本的な部分も含めて説明させていただきます。 研究データ管理ですが、こちら英語では、まあ、リサーチデータマネジメントと呼ばれておりまして、頭文字を取って RDM と呼ばれております。これはある研究プロジェクトにおいて使用された、また生成された情報をどのように組織化、デ,データの組織化、構造化、保管管理していくのかを指す言葉とされております。 そして RDM サービス、それを行うための、支援するためのサービスという意味でも、広い意味で研究データライフサイクルの各プロセスに関わる業務を支援するための IT インフラとか、あるいはその、それを支える人的なリソースとか予算とか、あるいは利用のための 利活用のための教育プログラムといったようなところも含めて RDM サービスと書かれているような文章もございますが、本講演での学に RDM というのはもう少し狭い範囲でございまして、研究データを管理、共有、そして今後はデータ解析といったようなところも含めて扱っていくような IT インフラを指しているといったところでお断りさせていただいております。そして でまあ研究者があリサーチデータマネジメントを実施していくためのサービスということになっております。それでこの研究データマネジメント管理サービスなぜ我々があの整備 NII で整備しているかといったところでございますが、あ、えーと。 これまで政策的な後押しもありまして、需要もございまして、内では研究データ基盤を構築してまいりましたが、特に今年度直近では統合イノベーション戦略2021の2の2と中に、研究力を強化といった中に、新たな研究システムの構築、オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進といった中に、公的資金によられた研究データを管理して、そのメタデータの検索を通じて実 観測データ等を利活用する体制を構築していくといったようなことがまあ含められているとございます。これは6月に出出ましたが、その少し前4月27日にこちらも内閣統合イノベーション戦略推進会議の方で出された公的資金による研究データ管理の利活用に関する基本的な考え方といったものが案その時点での案として出されましたがごがございます。 でこれは研究者が資金配分期間から、 公募型の研究費で採択された場合、研究者は大学や研究機関において自身が研究した結果の研究データに対してメタデータを付与してその上で研究データ基盤システムを通じて最終的に産官学の利用者がデータを検索できるようにしていくといったような流れがあったことが盛り込まれておりましてこれは昨年度の 2020年度から開始した、先行的に開始した文書があって、 型研究開発制度の中でも、この NIIA の研究データ基盤である NII リサーチデータクラウドなどを使ってデータを入れていただくと、これはもう実際に一部の研究代表者の先生方にはお使いいただいていて、ムーショットの研究を進めながらデータを管理していただくといったようなところも始まっております。その後 今後の計画としては、あの、次期、内閣府の SIP、SIP のプログラムといったところにも導入されていて、え、え、徐々に拡大されていくと。そして、え、2023年度まで、には、あの、すべての公募型の研究資金に対しの新規公募分に関しては、これが、え、導入、適用されていくというふうなふうに伺っております。ゆえに、え、ま、大学、 いや、研究会にとっては、このリサーチデータマネジメントのサービスといったものは、えー、早く整備していかないといけないという状況かというふうに考えております。 そして、まあ、そこをなんとか、あの、支援していきたいという思いもございまして、我々 NI では、研究データ、まあ、リサーチデータクラウドという、基盤がございますが、その中で、特に、非公開データ、制限共有データなどのクローズドな研究中のデータを取り扱うことに特化したサービスが、学人 RDM でございます。 で、冒頭でも少し申し上げましたが、2021年4月からは、24時間365日の運用オペレーターを配置した運用体制での全国での全国展開を行っております。 学 2RDM システム面のサービスのビジョンといたしましては、研究の推進することと、研究の構成といった2本の柱でこれまで基盤構築を行ってまいりました。で、この中で、 研究者と向けのアプリケーションと、それを管理する機関の管理者の方向けのアプリケーションといったものの2本立てで、それぞれ機能を開発してまいりました。それぞれの具体的な機能を少し紙芝居にはなりますが、ざっとダイジェストで見ていきたいと思います。 まずは、その名の通り、NI が提供しております、学術認証フェデレーションの一つのサービスとして、サービスプロバイダーとして登録しておりますので、学人に参加されている期間でありましたら、すぐに、本当に1日2日の間に設定を完了して、リサーチデータマネジメントの環境、サービス環境を提供するということが可能になっています。設定後は、学人 RDM の のトップページから、プルダウンメニューが表示されまして、そこに、プルダウンメニューに、次期間の大学名が表示されますので、そこから、ふ普段お使いの認証システムに飛んでいただいて、学に r るデムにログインしていただくという流れになっております。そして、ログインしていただいた後は、プロジェクトのポータル画面を研究者の方は、 こちら少し、あの、研究機関様には、あの、機関様によっては、設定によっては、あの、機関側で、え、え、プロジェクトを定義されるといったような使い方をされる場合もあるかと思いますが、基本的には、研究者の方が、ま、自由に、え、データを保存する空間を設定して、その中に必要な、さらに拡張が必要であれば、え、クラウドサービスを接続して、え、データを管理していただけるような形になっていると。で、ファイルを投入すると、え、 バージョン管理も機能として働きまして、ファイルは、代表的な数十種類のファイルは、その場でプレビューしていただくことができる。そして、研究のディスカッション等を行っていただけるような、ウィキとかコメントといったような機能も持っているといったところが、プロジェクトポータルの機能となっております。 そしてこのポータル機能を一旦立ち上げますと、その中で階層化していただくことができまして、ここでは研究室での教員と学生が、学生の研究を教員が管理するといったようなモデルを書いておりますが、学生自体は先生と二人でデータを共有しているんですが、それぞれの学生の間ではデータは見えない。 ただ、教員から見ると一括に管理しているような見せ方もできるとで。これはもちろん拡張いただきまして、共同研究者間でのデータの共有、管理といったようなことも可能ですし、階層化していくことで大型の研究プロジェクトにも対応していくことは可能となっております。そして、 えっと、今申し上げたようなストレージサービスに関しまして、このアガクニアルデム、標準でも NI からストレージを提供させていただいていますが、それだけでは夜が足らないといった場合もございますので、 そういった場合は、機関で、期間で契約されているようなパブリッククラウド、商業用クラウド、あるいは機関の中で配布されているようなプライベートクラウドを接続してご利用いただくことができるという形になっております。その他、GitHub とか BitBucket といったようなソースコードのリポジトリといったようなところも接続できるようになっております。 そして、一旦、あの、このシステム中にアップロードされたファイルには、ここでは、あの、UPKI のタイムスタンプサービスといったものを使いまして、これ実際には、あの、第三者機関の時刻認証局のサーバーと連携させ、学にあるデモを連携させることで、システム中で、もし、管理者が、まあ、意図しないところで、誰かがデータを削除したとか、改変したとか、あるいはシステムの裏側から何か書き換えたといったようなことを とま検出できるようなあ形になっております。そしてそしてではあるんですが、それだけでは不便なので、いくつかのプロバイダー、クラウドプロバイダー 様におきましては、学にあるデムと、そのクラウド、外部のクラウドを連動させると、そしてローカルなディスクトップツールといったものもございますので、それらを連動させて、3点間で同期を取るといったようなことも実現しておりまして、これを使って、この仕組みを使って、ファイルを移した場合は、あの 研究、先ほど申し上げた研究小籍の管理といったような機能も動作するといったような形を取っております。 そして、次は検索です。これはプライベートな検索とお考えいただければと思いますが、いわゆるディスクトップ検索に近いような形で、自分がアクセスする権利がある、共同研究も含めてアクセスする権利があるファイルやプロジェクト、あるいはディスカッションに関しては、この中で、あの、閉じた環境の中で検索したりしていただくことができるといったことができるようになっております。 そして、もう一つは、あの、もちろん、留学生の方とか、研究室には留学生の方とか、海外研究員の方もいらっしゃいますので、日 A という形で、両方のインターフェースに、切り替えてお使いいただける、という仕組みも持っておりまして、こちら、あの、ウェブブラウザーの中の言語設定の優先順位を、上げ下げしていただくことで、画面の、言語が切り替わるという形をとっております。 そして、ここからは、機関の管理者の方向けの少し基本的な情報になりますが、機関の管理者は、機関ストレージというストレージを、次機関で準備したストレージをご接続していただいてお使いいただくこともできます。こちら、の機関で準備されたストレージを使って、 いただくことで構成員の方が皆さんデフォルトでその領域に書き込むことができるといった仕組みを持っていますこの基幹ストレージにつきましては昨年度から今年度にかけての一年間でいくつか拡張してまいりましたので後ほどご紹介したいと思います また、この機関ストレージの中でシステムの管理者は、個別のユーザー、例えば研究代表で大きなプロジェクトをやられている先生のクォーター要領を引き上げるといったようなことも可能となっています。また、その、このうちの機関では、あるクラウドサービスは使わせたくないんだといった場合は、それをシステム管理者の方が制御していただくといった仕組みも入っております。 でここから、昨年度からの開発進捗といいますか、になりますが、昨年度特に基幹ストレージの えー、拡充を図ってまいりまりした、えー、かなり、えーとえーとえー、と地味と言われたこともあるんですが、あのえー、いくつかのストレージの RTM で接続してお使いいただけるようなことを行っておりまして、特に NEXT ク,クラウドと s 3互換に関してましては、えーえーと、ユーザーが新規にプロジェクトを立ち上げたときに、えー、バケットと1対1でひもづくようなあの、ストレージのほうに、まあ、バケットを作成してひもづくような そういったリメイクも行ってまいりました。また、オラクル様のクラウドに関しては、少し独自の拡張も必要でしたので、そういったところの対応等を行いました。そして、ご要望が多かった、マイクロソフト365エデュケーションのワンドライブと G Suite と呼んでおりましたが、Google Workspace になりました、こちらの Google Drive に関しましては、 マイクロソフト365の対応ワンドライブに関しましては、えっと、えもうすぐリリースできるという段階まで来ているといったところで、え Google Workspace に関しましては、あの、少し、えリブランディング等もありましたので、もう少し、え調整をした上で、え提供していくような形を考えたいと思っておりますが、開発自体には、ま着手しているといった状況でございます。 で、まあ、ストレージ、学人 RTM で利用できるストレージがよくわからんと、数が増えてきて、方式もたくさんあってよくわからんというお声をいただきまして、ウェブページ、学人 RTM ユーザーサポートページの方で、少しストレージ連携方式等をアップデートあの、整理して、適宜アップデートを行っておりますので、ご参照いただければと思います。そして、 で、えーえー、と、次の資料は、ああとえー、と特に、先ほどは各クラウドプロバイダー様のストレージ名が並んでおりましたが、ここは少し S3 互換のオブジェクトストレージについて掘り下げた資料になっております。この S3 互換、あ S3 互換ストレージに関しましては、えー、一律に S3 互換、うん、で動くというわけではなく、それぞれの,あの製品やクラウドサービスに合わせたチューニングが必要になってくるということがございまして、これえーこ こちらの、えー、っと、そうですね、このストレージをどれを選択するかといったところで、かなり検証、苦労されながら、検証をして、されたのが、あの、次のスピーカーの金沢大学の松平先生は、そのあたりをかなり細かく調査されたといったところで、本日の次の話題になっております。 で、え、こちら、まだまだ、あの、どの製品が動くかといったところは、機関様の、利用機関様のご協力、あるいはベンダー様からの技術情報提供等をいただきましながら、いただきながら、チューニングを進めています、いきますので、今後もご、情報提供等をご協力いただければ幸いです。そして、もう一つ、これはまだ実験室で開発しているという段階ではございますが、 え、ストレージの開発は、ま、し仕方ないと言います、え、いうこともありますが、個別のアドオン、え、プラグインを開発するにも、え、かなり時間を要してしまいます。工数を、え、咲く必要がございますが、え、それが、え、研究ツール、すべ、え、研究者が使っている、え、多数の研究ツールにまで拡張していくとなると、え、NI だけではとてもでききれない、え、作りきれないという部分がございます。そこで我々としては、この、え、世の中にはウェブアプリを連携させるサービスといったようなものが、 ございますののでこれ API を叩きに行くとでその先には、約数百とか千といったような単位のウェブアプリが連携して使えるような仕組みもございますので、こういったものを連携させる、と RDM を連携させることで、例えば、学に RDM のプロジェクト中にから関連する会議の、会議を、会議情報、ウェブ会議の情報を登録して、そこから会議を追加削除とした、できるようなもの、それがカレンダー、 アプリとも連携して、メッセンジャーアプリとも会議の内容が反映されてきて、RTM に記録されるといったようなことができないかといったことを試作検討しております。現状でプロトタイプとしては WebEX や Microsoft Teams といったものが RTM から叩いてキックできるというところまでは来ているといった状況です。少しこの辺りまだまだプロトタイプといったところがございますが、開発は進んでいるということは現状です。 次のスライドからユースケースのご説明の部分になっていきますが、現在おかげさまで利用期間数が33期間になりました。昨日のプレナリセッションの段階では32期間ではございましたが、昨日その後にお申し込みいただいて、接続をその日のうちに進めましたので、現在33期間という形になっております。 そして、えー、と、ユースケースに関しましては、えー、事例が増えてきましたので、約7分程度の、7分8分程度のデモ動画、それぞれ研究構成、研究推進、大学連携といった、それぞれの観点からのデモ動画を NII の公式の YouTube チャンネルで提供しておりますので、こちらの方も、あの、えーま、セッション終了後に見ていただければと思います。そして、 で、え学にあるデム、えどのように、え利用申請していけばよいのかというご質問をいただくことがございます。えこちら、えまず、機関の中で、どうしても、あの、認証システムとの連携、ストレージを、え時期間のストレージをつなぐのか、繋ながないのかといったようなところの、え判断も必要になるかと思いますので、情報システム部門や情報、え基盤センターに、一、えのご担当者さん、ま、に一度、ご、ご相談いただくのがよろしいかと考えております。 その上で、学人 RDM のユーザーサポートページの中から利用申請システムに申し込むといったようなところがございますので、お申し込みいただければと考えております。 また、どのようなご質問でも、学人 r ィ m に関しましては、学人 r ィ m ユーザーサポートのメーリングリストまで、メールアレスまでお問い合わせいただければ、適切な回答を担当者から返していきたいと思いますので、こちらの方にご質問いただければと考えております。でまとめになりますが、 本講演では NI 研究データ管理サービス学年 r d m の開発と直近の背景といったものの経緯を紹介させていただきました。サービスの機能につきましては、基本機能の再確認と昨年度のフォーラムからの追加機能や開発の新機能といったものを簡単にはありますが、最新の開発状況といったところでご説明させていただきました。 学年アルディムのユースケースの報告と参考資料を、公開資料の方はよりボリュームが多めに参考資料を入れておりますので、そちらの方も参考にしていただきながら、見ていただきながらご利用申請等をご検討いただければなと考えております。 そして最後に次世代の学アルティムの機能拡張に関しましては、セッションの後半でコンセプト等を紹介してまいりますので、引き続きご視聴いただければと思っております。私の方の発表は以上になります。